バージョンのね、血管内科をしてるんですけど、この間、食べたいように作っていて、そうなんですよ、徐々にね、たくさん増やしてね、もっとあのセットリストの幅をね、広げていきたいなと思ってるんですが、今回のツアーは、そのバンドパスコの方に関しては、ずっとセットリをね、変えずに来たんですけど、ツアーファイナルだけは、ちょっとセットリを組み替えて、好みで、まあ、普通に現実世界にいる男の子が主人公なんだけど、そのちょっとね進んだ近未来のような話で、あの今さもう VR とか出てるじゃないですか、ゲームとかさもう本当にリアルに体感できる VR とか出てると思うんですけど、これがまさにねそういう世界の話で、
わかるかな、この気持ち。だからみんなにもぜひ見てもらいたいです。アニメもね、どっかでもしかしたら見れると思うんで、一気にと見てほしい。そんでね、この映画をね、最後まで見終わった時に、まあこれネタバレではないかって言っちゃうんだけど、多分ね、これもう完全に続編がありました。皆さん絶対に見た方がいいですからね、本当に見に行ってください。全然興味ない人もこの根岸の王国を聞いてしまったってことは、もう必ず見なきゃいけないということですからね。先週君の名はを紹介したんですけど、意外とこのリスナーさんが見てない人多くて嘘でしょって思ったんだけど、君の名はまだ上映されてんじゃないかな。ちょっと合わせて見に行ってください。これからね、美女と野獣とか面白そうなのいっぱい始まるけども、皆さんよかったらぜひね、映像ドアとオンラインのオーディナリースケール見に行ってくれたらなと思います。よろしくお願いします。はい、今日は以上でございます。ではね、また最後に一つ、もね、よかったら聞いてくれたら嬉しいです。なんとね、来週
このスイフラに初ゲストが登場します。誰だと思いますか？来週はですね、チーム1の筋トレマニア森氏がいらっしゃいます。よかったね、みんな、ついにゲストが来るよ。私もね、ちょっとドキドキしてますよ。スイフラ始まって初めてね、ゲストが来るので、あの皆さんワクワクしながら、1週間待っていてください。それではね、また来週、水曜日25時30分にお会いしましょう。お相手はパスコンダクテン試合でした。皆さんおやすみなさい。早く寝てね。この番組は日本プラン札幌ガールズプライドでお送りしました。俺もな、どっか走ろうかなとかって、その時も来たのに。
Thank you.